勝目を挙げました小川投手、そして鉄腕ぶりの強を発揮しました山本投手に来ていただきました。まずは小川さん、今日勝てば荒田理徳の16勝を勝てば挙げるという中での今日のマウンド、まずはどんな気持ちでマウンドに上がったんでしょうか。そうですね、本当に、何試合か前に監督さんに、目の前のバッターをしっかり抑えろっていうことを言われて、本当にもうそれを、頭に入れて目の前のバッターにとにかく集中して、投げていこうと思ってやりました、はい。そんな中での登板がありました。今日のピッチングを振り返って自分の中での、出来栄えはいかがだったんでしょうか。そうですね、最初から飛ばしてできるところまで行こうという気持ちでいたんですけど、6回は、少し崩れてしまったので、そこは少し反省点ですけど、はい。さあこれで16勝目、ハーラーダービートップに立ちました。まだ戦いは続くので油断はできないんですけど、本当に最後まで自分らしく、一試合一試合大切に戦って、一つでも多く勝ち星を重ねたいと思います。そして小川さんはルーキーです。よってもう一つ新人王という大きな目標もあると思いますが、その点はどうでしょうか。そうですね、本当に、チームのため、ファンのために、戦った結果、そういうのがついてきたら一番いいと思うので、最後まで、そういうスタンスで、自分らしく頑張りたいと思います。あと残りスワローズは7試合なんです。17勝目、可能性はどうですか。そうですね、やるからには必ず勝ちたいと思いますし、最後までチームの勝利のために、投げに行きたいと思います。ありがとうございます。ちょっと入れ替わっていただいて、続きまして見事8回のピンチを切り抜けました山本投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まあ、いつも山本投手は非常に緊張感のある場面で登板が続いていると思いますが、あの場面ノーアウトで一塁三塁という状況でした。どんな気持ちでマウンドに上がったんでしょうか。もう今日はライアンより緊張しました、試合前から。その緊張はどこからの緊張ですか。16勝目ですか。そういうところで絶対に負けれないという思いがあったので、はい。ただその後の3人をピシャリと抑えました。さすがです。そうですね、前回甲子園では1点取られてライアンにしっかり抑えろと言われたんで、今日は3人で抑えることができてよかったです。ルーキーの小川投手、そんなこと言うんですか。はい。これで5位の可能性でも十分残してるんですね。残り7試合どんな戦いをしていきたいですか。こういう試合が続くと思いますが、一戦一戦必死で頑張ります。ありがとうございます。では小川投手からもファンへのメッセージをお願いします。最後の最後まで、ファンの皆様と共に、勝利に向かって頑張っていきたいと思いますので、最後まで応援よろしくお願いします。今日の起動は見事16勝目を挙げた小川投手、そして山本哲也投手でした。それでは最後まで応援してくれたスワローズファンの皆さん、気持ちよく我々東京ヤクルトサポーターズを応援するべく、みんなのスワローズを一緒に歌いましょう。